ドイツで2003年から販売されていたラッキーストライク。アイスランドで販売されていたラッキーストライクポルトガルで2007年から販売されていたラッキーストライク。警告表示で4割が埋まっており、ブルズアイの一部が隠れている。ドイツやオーストリアで2010年より販売されていたラッキーストライク。ブルズアイが立体的になった。 ヨーロッパの一部で2013年より導入されているラッキーストライクのブルズアイアメリカで1900年代初頭に販売されていたラッキーストライクのパイプタバコのロゴがモデルになっている蒸気のブルズアイのモデルとなったアメリカで1900年代初頭に販売されていたラッキーストライクのパイプタバコメッセージデザイン付け白色フィルターキャンペーンラッキーストライクが2007年以降は ヨーロッパを中心に頻繁にデザイン変更が行われ、2007年にはパッケージ右上にネイティブアメリカンがデザインされるようになり、2010年にはブルズアイが立体的になった。2013年には1900年代初頭に販売されていたパイプタバコのロゴがモデルにしたシンブルズアイが採用されるようになっている。なお、両切りは1942年より、 警告文の挿入やバランスの修正のみに留まっていたが、ドイツやスペインでは、2012年と2013年に、フィルターと同様のデザイン変更が行われている。2010年頃から、ラッキーストライクストレートという無添加製品や、ラッキーストライククリックロールというフィルター内のカプセルを潰すと、メンソールに変化する商品がヨーロッパを中心に発売され、特にクリックロールは、 世界的にはカプセル入りタバコの先駆者の一つであるが、日本国内では販売されていない。第二次大戦で戦地へ赴いたアメリカ兵たちを通じて世界各国にもその知名度を広げ、戦後におけるアメリカ的マッチョイズムの象徴ともみなされるようになった。しかし、現在のアメリカでは人気が低下し、1960年代より、 販売されていたフィルターやライトは2000年代に国内販売を終了し、両切りのみの販売となっている。作中描写などで喫煙シーンそのものが解約し、されるようになる以前には、映画、小説、テレビ、広告などに品質するタバコ銘柄の一つで、例えばミッキー・スピレインが創作し、1950年代に大衆的人気を博した。 マッチョイズムヒーローの私立探偵マイクハマーは、このタバコを愛用していた。一部で肺がんを引き起こす要素が高いタバコとも言われているが、銘柄別に発がん率を調査した統計、論文の類が存在するわけでもなく、続説に過ぎない。2011年5月頃より、アメリカからマレーシアに製造移管され、それに伴いきつみも若干変化している。 2019年9月3日現在は、レギュラーシリーズは、シンガポール製及び、韓国製となっている。1871年に、発売、1942年に、現在のパッケージがデザインされ、第一次、第二次大戦で米軍の軍用物資として、補給の対象となっていた。しかし、戦場の兵士たちからは、その名前やパッケージから演技が、悪いとして敬遠されたと言われる。 そのため、第二次大戦のバルジの戦いの中で展開された、ドイツ側の特殊作戦グライフ作戦の折、広報拡乱部隊として米兵に噴し後方に潜入したドイツ兵にも、本品が小物として支給された。また、後方の捕虜たちの間では収容所において、有効な通貨として通用した。第二次大戦中に、ドイツ軍の収容所から脱出した米兵のジョセフ・ベールは、 ソ連軍に保護されることを目的に、東へ移動中、ソ連の戦車隊と遭遇した。ベールはすぐにラッキーストライクの箱を取り出し、両手を上げ、アメリカ人だどうしよう、と叫んだ。戦車隊を率いていた、大隊長は破壊工作員としての能力を評価して、彼の動向を認め、こうして、彼のおよそ1ヶ月間のロシア軍人としての軍務が始まった。ホンダが、 第3期 F1 活動を始めた際、組んだシャーシコンストラクターがバーチームで車のカラーリングをラッキーストライクカラーにしたところ、ホンダ第1期 f 1参戦時のカラーリングに酷示していたため話題になった。2006年にバーチームをホンダレーシング F1 チームが買収した後もバットはチームのメインスポンサーに止まり、ラッキーストライクカラーが継続されたが、 FIA の移行により F1 マシンへのタバコ広告の記載が禁止と決定したためバットはこの年限りでスポンサーから降りた余談だがスクーデリアフェラーリのスポンサーであるマールボロはロゴではなくバーコードをマシンに描いているため規制から逃れているラッキーストライクのパッケージ側面に描かれているネイティブアメリカンの顔の絵は横に倒してみると 家の屋根が爆発しているように見えた。1999年のドラフト会議において、当時の広島東洋カープ監督の立川光雄は、近鉄、中日と競合して、国学院久我山高校のエース、川内キアの指名権を引き当て、その際、立川は会場内で、松田公平オーナーから受け取った、ラッキーストライクを左のポケットから取り出してその喜びを表現した。 これにより、一時期、広島カーアップファンの中で、ラッキーストライク愛好者が増えたという、ジョニー・サンダース、奥田民を、千葉ユ介スケといったミュージシャンの愛演者が多い。現行のボックス3製品は2002年11月より、新デザインとして、東京都内一部地域で試験販売されており、その後2004年3月から FK を除く、既存銘柄はデザインリニューアルの形で、 全国発売となった。なお、試験発売時には FK に関しても、新パッケージが発売されていたが、全国発売時には、デザインリニューアルがされなかった。KS ボックスとメンソールライトボックスに関しては、販売店向けの発注用、銘柄コードが変更されているため、内部では事実上別銘柄扱いとなっている。2019年9月3日現在は、レギュラーシリーズは、 シンガポール製および韓国製となっている。開封するたびに発見する喜びを味わっていただきたいという発想の下で企画実施されたキャンペーン。ラッキーストライク FK に参照画像ミーティングルームをはじめ印刷された白フィルターの製品が混ぜたキャンペーンを2008年4月から5月末まで展開。発売元のフリーダイヤルに問い合わせると 音声ガイダンスでメッセージデザイン付き白色フィルターといったガイダンスと選択がある問い合わせると全30種類のデザインがありランダムで1箱に1本混入されているとのこと仕様は違うものの味は本製品と同じとのこと現在確認できているのは以下のキーワードゲイム、バーオフィスライフブレイクダンスメンズルームミーティングルームリッスンパーティーミーティング プレイ、ジム、テクノロジー BBQ、ルーザー、ディスコ、ファーステイド、アラームクロック7アイアン、カラオケ、ホーム、リメンバー、パブリックトラポート、マスタークリエイト、2次 AM、キーパーソン、レフェリー、ゴール、チル2004年から2005年までの1年間、生誕130年を記念して行われた。紙巻きタバコとしての販売を開始した1916年。 パッケージや味がリニューアルされた1942年、当時の味を再現したとさらに時の価値を見つめ直したの3種類が販売された。1916オリジナル1942、クラシックともに350円という異例の値段で販売され、さらにタバコの長さも当時を再現して短くしていたことから知らずに購入した人やファンをいろいろな面で驚かせた。また、 ジーンズメーカーアビスとのコラボレーションも実施された。ありがとうございます。